俺の名前はミリオンダラ豊か、41歳。かれこれ狂ったように20年以上パチンコパチスロを打っている。これはそんな俺のパチスロ狂乱物語の一つだ。時代は15年ほど前、4号機が設置されていた頃、今より機械割りの高い機種がずらりと並び、社交性の渦だった。前回の話から時代は少し遡る。爆裂4号機の全盛期の話だ。俺がパチスロを始めてから一番壮絶な戦いをした機種の話をする。俺のこの時期の立ち回りは、まず朝一はミリオンゴッドの天国モード狙い。毎日店が何台か仕込んでいたのだ。積もれば数千枚は当たり前。プレミアムゴッドが絡めば万枚を軽く超える代物だ。他の機種で設定狙いをするより別格の割の良さだ。積もれなかった場合、そこから他の機種を打つことになる。これがなかなか難しい。ミリオンゴッドの天国モードを判別している間に、当然他の機種も動き出す。つまり空いている台の中から打つ機種を選ぶのだ。めぼしい台は埋まっていることが多い。しかしこれを代償にしてでもミリオンゴッドを打つことには価値があった。積もる日が多かった月は200万円を超える利益が上がったからだ。後から打つのはほとんど A タイプか A ストック機だった。面白くて好きなのは本来こっちの機種だ。ミリオンゴッドは稼げること以外には特に魅力がない。リーチ目や演出絡みで当たる方が俺は好きだ。問題は A タイプもいまいちだった時だ。無理やり AT 機は打ちたくない。この時代の AT 機は機械割りが高くて、イベントがない日は高設定なんてありえないからだ。そんな時派手に出ている機種が目に入った。火の国30という機種だ。俺は何気なく打ってみた。すぐに当たり何ゲームか回していた。すると突然押し順ナビが出た。押すとリプレイが揃った。そのナビが続き、リプレイも続いたところでボーナスの告知が入った。俺は何がどうなったと思った。ボーナスが終わり回しているとまたリプレイナビが来た。そしてボーナス告知だ。仕組みがわからないまま打ち、気づけば2000枚以上の出玉になっていた。リプレイナビが来なくなったことを確認してやめた。俺はすぐにコンビニへ行き、火の国が載っている雑誌を買った。解析を見て全貌がわかった。ストック機でボーナスはゲーム数管理、ゲーム数以外はリプレイ4連続がボーナスの条件だ。なるほど、そのためのリプレイナビだったのか。ゲーム数はいろいろあるが、ゾロ目のゲーム数が厚いらしい。ゾロ目で当たるとその後のリプレイナビが発生しやすい。よく考えたら俺が当たったのは555ゲームだった。そのゾロ目もゲーム数が深いほど激アツのようだ。雑誌には777ゲームや1555ゲームで当たると大レンチャンの可能性が高いと書いてあった。面白いしハイエナに使えるかも、そう思った。翌日ミリオンゴッドを積もれず、真っ先に火の国へ向かった。設定変更してもゲーム数を引き継ぐので、深いゲーム数があれば打てるのだ。見に行くと560ゲームの台があった。これにしよう、777ゲームで当たるかもと期待を込めて座った。偶然のゾロ目でも当たるが、その後のリプレイナビの連チャンが弱いらしい。俺はもう一度あの連チャンがしたかった。注目の777ゲーム、告知はなかった。次の999へ向かった。そこでも告知はなかった。ここまで来たら後には引けない、深いほど熱い。俺は当たるまで続行決意した。隣の台が111ゲームで当たってリプレイナビが来ている。そこもあるんだと思った。俺の台は1000ゲームを超え1111が近づいてきた。ドキドキしながら回したがスルーだった。必ず取り返せる、そう信じて回した。すると1310ゲームで告知が入った。え？という感じだった。必ずゾロ目ではないのは知っていたが、とても残念である。でももしかしたらと思い数ゲーム回すもリプレイナビはなかった。じゃあ111だ、それもなかった。やめるか、そう思ったが、もし次がゾロ目だったらと考えるとアシストをすることになる。取り返すためにももう一度追うことを決めた。333かも、555かも、777かも、そう思いながら回していた。そこで気づいた。あ、この台こうやってはまっていくんだと。だが気づいたところでもう遅い。現在ゲーム数は900。もうやめることはできない。ゾロ目で当てて逆転するしかないのである。俺は願いながら回した。1111を過ぎ、1222も過ぎた。頼む1333。祈りを込めてレバーを叩いた。スルーだった。絶対ゾロ目で当ててやる。周りでは一撃7000枚も出ている台もある。俺もあれをやるんだ。気合を入れて回した。1405ゲーム、告知が入る。嘘だろ。俺は絶望感のあまりしばらくボーナスを揃えられなかった。ボーナス後当然リプレイナビはなかった。もう限界だ。投資は10万を超えている。111だけ回してやめよう。そして111ゲーム、諦めながら叩くと告知が来た。よし、さっきまでの意気消沈から一転して気合が戻った。
ボーナスを消化して回していると待望のリプレイナビだ。嬉しかった。パチスロでこんなに嬉しいのは久しぶりだ。ボーナスを揃えるとドットの違和感に気づいた。いつもは大当たりと出るのだが、今のは犬当たりと出ていた。見間違いではない。さすがにプログラムのミスでもないだろう。普通に考えれば何かの示唆だろう。俺は期待して回した。するとリプレイナビが来た。やはり潜伏の示唆だ。ボーナスを揃えると今度はふと当たりと出た。俺は少し笑った。なんとも面白い示唆である。このリプレイナビは AT を引いた感じで楽しい。いつ発動するかわからないのもドキドキする。リプレイナビは6連で終わった。深いゾロ目ではなかったし仕方ない。1500枚では全然足りないが流して帰ろう。一応他の台を見に行った。すると670ゲームの台がある。777で当たれば最高だ。そこだけ打とう。打ち始めると隣の台が1111で告知からのリプレイナビだ。俺は777をスルーした。ここでやめるつもりだった。だが隣のナビレンちゃんとさっき自分も楽しかったことがそれまでの悪夢を忘れさせた。俺ももう一回と思った。これがパチンコパチスロの魔力である。まさに喉元すぎれば暑さ忘れるだ。持ちコインで当たるだろう。もちろん希望はゾロ目で当たることだ。隣はリプレイナビが連チャンしている。ドットには竜が登っていく演出が出た。いかにも連チャンしそうな演出だ。回すこと1111ゲームスルーだった。1222、1333もスルーだった。行くところまで行ってゾロ目だ。投資の半分でも取り返したい。俺は必死で回した。すると自力でリプレイが3連した。押し順管理なので普段はあまり揃わない。リプレイ4連でボーナスだが、その場合どうなるのか。もしゾロ目で当たる予定ならそれが生きるのかなくなるのかわからなかった。でも順押しだけでリプレイ4連は無理だろう。変に当たるよりゲーム数を待った方が無難だな。そう思い順押しで適当に押した。リプレイが揃ってしまった。1506ゲームだ。どうなるの。動揺したままボーナスを揃えた。消化後待っても待ってもリプレイナビは現れなかった。持ちコインもなくなり失意の中俺は席を立った。もし当てなかったら1555だったかも。その思いが捨てきれない。閉店まであと30分。明日のために閉店チェックして帰ろう。そのまま火の国の島を歩いた。男性が席を立った。回転数を見ると1270。これは神様がくれたチャンスだ。もう一度言うが、設定変更しても回転数はリセットされない。明日の朝からこのゲーム数で打てるのだ。閉店まで見張って誰も回さないことを確認して店を出た。今日の負債は13万円。何としても取り返す。あの台を取るために明日はイベントでもないのに俺は店に泊まった。専業仲間に電話した。今日は火の国でボコボコにやられたよ。俺は危ないぞ。100ゲームごとにゾロ目が来るからやめられない。そうだな、その通りだ。ただやられっぱなしでは気が済まない。珍しく熱くなってるな。明日やり返す。深いのがあるから泊まりだよ。頑張るね。じゃあお疲れさん。俺は店の扉の前に雑誌を置いて寝た。この店は物で順番を確保しても OK なのだ。目が覚めて1番に並んだ。他の常連客から1番なんてどうしたのと聞かれた。事情を説明すると、それならゴッドの方がいいんじゃないのと言われた。冷静に考えたらそうかもしれない。天国モードを積もれば一気に返済できる。展開次第ではプラスにもなる。だが俺には戦うべき相手がいる。負けたままでは許されない。男としてのプライドだ。回転して火の国へ走った。他にも狙っていた人もいて、俺が座ったのを見て残念そうな顔をしていた。1333で来い。気合のレバーは空振りだった。1446。無念の告知が入った。なんてやつだ。朝から怒りがこみ上げてきた。111まで回して止めた。実はもう1台600ゲームの台がある。それが最後の勝負だ。昨日からゾロ目を目指してひたすら回している。いつもの冷静な思考回路は崩壊し、ただの火の国が好きな人になっていた。777、999を過ぎ、当たり前のように1000を超える。昨日から見ていると、途中のゾロ目で当たったり、ゾロ目じゃなくても浅いところで当たっている台もある。俺が選ぶ台はなんでこうなる。イライラも頂点に達した。1386ゲーム。俺の乾杯を意味する告知が入った。参りました。その言葉がぴったりだ。2日で175,000円。これが俺のパチスロ史上最多の負け額だ。これ以来二度と火の国を打たなかったのは言うまでもない。本日の収支、投資175,000円、回収0円、収支マイナス175,000円。ビリオンダラー豊かの17話目までの累計収支、累計収支マイナス14,600円。ミリオンダラー豊かのパチンコ狂乱物語は続く。